はいはい、どうも皆さんこんにちは、キャベツです。今回から始まりました、毎週日曜日に投稿しているゲームニュースで取り上げられなかったゲーム業界の話題を拾って紹介するプチゲームニュース動画でございます。日曜日にわざわざ紹介するもんでもないと判断されて紹介に至らなかったゲームの話題のため、インパクトは少ないものの、日曜日の動画と今回のプチゲームニュース動画を合わせてみれば、1週間に起こったゲーム業界のあれこれを全て理解できるという、なんともありがたい動画シリーズになっております。まあそんな感じなのでね、日曜日よりもラフに喋るので、結構私の喋り方は崩した感じになります。そして今回は初めての動画になりますので、もし視聴者の反応が悪ければ今回で終わりになります。実験感覚で始める動画となっております。そして日曜日の動画と同じく1週間に起きたゲーム業界のあれこれを話してはいきますが、このシリーズはおそらく水曜日か木曜日に上がりますので、日曜日のとは違って先週の水曜日から今週の水曜日までに起きた割とインパクトは少ないけど面白い話題をピックアップしていくというような感じになっております。はい、ではまず最初にスクエニのドラクエシリーズ責任者だった三宅さんが移動したという話題ですね。いやごめん、これはね普通に日曜日でも紹介できるレベルのやつやわ。これはねもう拾い忘れた話題なんで、こっちで紹介します。なんでもゲームの質、売上本数の低迷を脱却するためのテコ入れのようでございまして、後任にはニーヤシリーズの斉藤陽介さんが候補とされているようです。ドラクエ12が発表されてから続報が全くない中での報道、ドラクエファンはどう受け止めているのか軽く見ていきましょう。そしてスクエニの流れでこの話題も言っときましょう。スクエニがですね、なんとペット業界に参入します。はい、いいですね、この感じです。これくらいしょうもないって言うたらあれやけど、なんかそういうことをやってんなみたいな話題を取り上げますよ。あと個人的に私何種類ものペットと暮らしているから、割と気になる話題ではあるのよね。これもまた軽く見てみましょう。あと先日ですね、発売日が発表されましたスターウォーズアウトローズ、まあ放題はアウトローズじゃなくて無法者たちみたいな、ちょっとダサい感じになってるやつがあるんですけれども、こちらの主人公がですねかなりブスということで、海外で結構批判されておりますし、まあその辺見ていきましょう。お次はドグマ2の話題です。ファストトラベルや竜付きで批判気味のドグマ2ですが、現在それらを解決するべくモッド界隈が盛り上がっております。年々モッドを排除しようとするカプコンの裏でモッドが盛り上がる現状、その辺も軽く見ていきます。お次にパルワールドの話題。発売後爆発的に盛り上がったパルワですが、現在人口は少なくなっており心配の声が上がっておりますが、この度新たなるアップデートが実施されました。レイドボスをはじめ細かいところまで改善するような神アップデのようで、しばらくパルはしていない私も気になるので軽く見ます。あとはいろいろとありますね。任天堂スイッチのドックの新特許取得の話題やら、英国アカデミー賞で史上最もアイコニックなゲームキャラクターランキングが発表された話題、これねなんか面白かったんで見ます。であとはですね、山形で開催された e スポーツイベントがひどすぎて笑える話など、まあこんな感じで割と素通りしそうなゲームニュースが盛りだくさんでございます。では今週のゲームニュースで取りこぼしたゲームニュース動画行ってみましょう。スクエニ売上低迷のテコ入れとしてドラクエ責任者を移動させています。はい、これは普通に話題になってたやつですね。近年ブランドの印象がガタ落ちして、スクエニのゲームは様子見とかいう風潮すら生まれてしまっているスクエアエニックス。昔のように飛ぶようにゲームが売れなくなり、じわ売れすると言われていたシックスティンも300万本売上以降発表が途切れ、同じくプレイステーション5独占のファイナルファンタジー7リバースも売上発表すらなく、いいゲームを作ってもこれまでの悪評が目立ちすぎてうまいこと立ち回れないスクエニ。そしてそんな裏で動き続けていたドラクエ新作12、こちら2021年に発表されたものの、以降公式から正式な続報がなく、続報がなさすぎてちょっとタイトルロゴ変わっただけで全世界のファンが反応するなど、とにかく動きがないドラクエ12。そんなドラクエシリーズに新たなる動きがございました。それがこちら、スクエニドラクエ責任者の三宅氏が移動テコ入れ。ちょっと見ていきましょう。ゲーム大手スクエニックスホールディングスでドラゴンクエストシリーズの責任者を務めていた三宅裕氏が移動し、担当を離れたことが分かった。複数の関係者によると、三宅氏はスマートフォン向けゲームを扱う新設されたスタジオの責任者に就任した。4月1日に行われた大規模な組織再編の一環として実施された。スクエニホールディングスの広報担当者ブルームバーグの問い合わせにコメントを控えた。スクエニホールディングスはユーザーや市場関係者からゲームの質や売上本数などについて疑問の声が上がっていた。昨年社長に就任した桐生氏を中心にゲーム開発体制の抜本的な見直しを進めている。体制を見直すことで組織の活性化を図り、低迷する販売のテコ入りにつなげる。スクエニホールディングスゲーム開発体制を抜本的に改革へ、桐生社長。桐生氏は2月に投資家向け説明会で、外部開発リソースへの依存を減らし、超大型予算の AAA クラスのゲームにより注力するため新たな経営体制を準備していると述べた。同社は5月に新たな中期経営計画を発表する。関係者によると、三宅氏の後任にはヒットシリーズのニーヤで知られる斉藤陽介氏が候補とされている。報道を受けてスクエニホールディングス株価は一時前日比 1.3% 高の5560円をつけ、終値は同 0.9% 高の5537
7円だった。東洋証券の安田秀樹アナリストは、かねて桐生氏が4月から新体制を敷くとしていたが発表がなく、疑心暗鬼が広がり始めていたタイミングだったと説明。改革が予定通り行われていることが分かり、投資家の安心材料になったのではないかと指摘するということで、ドラクエシリーズで知られる三宅さんが移動してしまったと。これはあれですよね、なんか新卒とかのまあタイミングとかあったから、その感じでまあ移動しましょうかみたいな、ようあるやつですよね。続報がない中、トップが移動するっていうのは何気にまあ問題視されてたのかなというところはあります。ドラクエ12ってとにかく開発スピード遅いように思えるんでね、仕方ないかもしれません。でここで三宅さんつながりの話もあって、これがね2022年にインサイダー取引で逮捕された元スクエニの中裕二さんっていう人がいるんですけど、彼が先日7日に逮捕以来最初の X でポストをしたんですが、その内容が、スクエニドラクエ責任者の三宅氏が移動、テコ入れやっとかっていう感じ、裁判に嘘を書いたメモを提出するような人なので早くいなくなればいいのにと思ってました。会ったことないですが、新しく社長になった人はいい人かもしれませんね、というね、なんか爆弾発言みたいなこと言うてて、この人なんかすごいなって思いましたね。スクエニって社長変わってからいろんな動きは見せてて、大胆に改革しようっていうのは伝わってきますけれども、三宅さんが裁判に嘘を書いたメモを提出するみたいなの、これはちょっとよくわかんないですね。刑事裁判っていうのはまあ大企業のやつとかあんま知らんけど、基本的にはまあ嘘ついたらあかんねんけどね。企業やからある意味自分らの保身というか、守るために情報をいろいろ提供してるっていうのはあったんかもせえへん。そうは言っても最近のスクエニさんはユーザーの意見を積極的に取り入れている姿勢は感じるので、ぜひともこの感じで頑張っていってほしいところですね。で、ドラクエについてはファンとしては続報欲しいとこじゃない？トップが交代したことでスピード感増して開発進むっていうのはあるかもしんないですけど、それでもさ、発表から3年経つからね。ゲームって発表するときはすでに開発2年目とかザラらしいんで、それを考えると5年くらいは経ってるはずです。まあその辺知らんけど、おしなべて言えるのは、最近のゲームって発表するの早すぎるよな。発表したらおーって盛り上がるけど、発売日再来年とかなんなら見て、そのまま消えて開発中止、決定しても延期に延期を重ねるとかさ、ええねん、発表してくれてええねんけど、発売日遠すぎたらなえるよね。あとドラクエ12みたいに開発中止になってるんじゃねえかっていう噂とかも立つから、いいことないと思うんですけどね。広報の時間とか考えれば、遅くても発表から1年後に発売するっていうのがベストな気はします。とにかくドラクエ12早くファンの元に届くように祈っております。スターウォーズ新作アウトローズが発売日決定するも、主人公がブスで荒れています。はい、こちら UBI とマッシブエンターテイメントがルーカスフィルムと手を組んで開発されております。オープンワールドアクションアドベンチャー作品で、時系列的にはスターウォーズエピソード5と6の間の物語が描かれ、主人公ケイビスは相棒のニックと戦闘や盗みを働きながら裏社会を生き抜き、銀河帝国軍の脅威がはびこる銀河系で悪党としての成り上がりを目指すストーリーという感じでね、主人公がジェダイでもなけりゃシスでもないっていう、映画で言うとローグワン的な立ち位置のゲームですね。この発売日決定と同時に発表された映像に出てくる主人公がですね、結構ブスやっていうことで海外では結構荒れているという感じで、まあこれ見てほしいんですけど、まあどうですかね。もともとね、このゲームが開発されてるっていう時に発表された主人公の顔より、まあなんかブスにはなってるかなっていう、まあブスっていうよりはどっちかっていうと、なんかケツ顎が強調されちゃってるよねみたいななんでこんなケツ顎を割れてるんかなっていうのが気になるんですよ。これね、なんで批判されてるかっていうと、最近の洋芸とかではよくあるんですけど、モデルがちゃんといるんですよ、この主人公には。で、そのモデルと比べると、なんかやっぱブスになってるよねって、ホライゾンとか、まあ、あの辺と同じような現象が起こっちゃってるんですよね。それゆえちょっと不安の声が上がっているっていうのと、やっぱり UBI のゲームやからっていうのでも、なんか心配の声は上がっておりますね。とは言うてもですよ、これマッシブエンターテインメントが開発してるようなもんなんで、そこまで不安視する部分でもないかなっていうとこなんですけど、ここでまあユーザーの反応でも見てみましょうか。相変わらずの高クオリティ PV、 主人公の顔が若い頃の大場健二みたいだな。この女主人公にするくらいだったら、まだボスクとかデンガーが主人公の方がマシだった。主人公がポリコレやな、やっぱギャラクリあれば買ってた。さすが UBI、 ゲームトレーラー映像は最高の出来なのに、実際に発売されるとバグまみれでひどいことになってるんだろうな、という感じでね、まあちょっと批判の声は多いですね。さらに海外向けに公開されたストーリートレーラーも、まあ低評価は半分近くあるような感じになっておりまして、基本的には主人公の顔面に対する批判のコメントはありますね。あとね、今作値段が高いっていうところでも言われてまして、ベースが9790円なんですけど、まあこの時点でちょっと高いなっていうのはあるんやけど、そこから上のバージョンがさらに高くてですね、ゴールドエディションは15400円、のアルティメットエディションは18150円という感じで、アルティメットエディションがほぼ2万円ぐらいするっていう感じなのね。でもね、最近のゲームっていうか、トリプル A タイトルって1万円近くいくのがザラになって
ってきてますし、今後またゲームの価格も上がってくるっていう話があるんで、それに先立って価格上げてるって感じなんですかね。まあただね、こんだけ上げるとやっぱハードルは上がるのよ。値段が高い分中身はそれに伴ったような内容でなければいけないっていうところはあるんですけど、そこで UBI っていうね情報が邪魔をしてるって感じなんだよね。でゴールドエディションアルティメットエディションで何がつくのかと、もう18,150円もするんだろ、フィギュアとかついてくるんでしょっていう感じなんですけど、そういうものではなくてですね、ゴールドエディション本編にプラスして3日間アーリーアクセスのシーズンパスが登場という感じですね。ほんでアルティメットエディションは本編に加えてゴールドエディションの内容と、あとはデジタルアートブック、砂漠シャークバンドルっていう感じ、まあ、ようわからんねんけど本編の2倍ぐらいその値段の価値があるのかと言われるとちょっと微妙なとこです。あと本作はですね、常にネット接続が必須っていうところで、まあこれがね一番言われてるとこかもしれんね。最近のゲーム何気にこのタイプ多いんです。ソロゲーなのになぜかネット接続必須っていうね、これようわからんよね。こんな感じで少々荒れているスターウォーズアウトローズなんですけれども、ちなみに放題に関してはスターウォーズアウトローズじゃなくて無法者たちっていうね、もうこれダサいよねこれさ、映画とかもそうなんやけどさ、なんで放題変えちゃうんかな。私が映画の中でこれいっちゃんダサいなって思ったのが、それがマーベルのソーなんですけど、ソーのラグナロクね、海外ではソーラグナロクやったんやけど、こっちはバトルロイヤルっていう、もうあれひどかったよな。内容はソー史上一番おもろかったのに放題で残念なことになってんだよ。なんでこんな感じにしちゃうんですかね。まあそれら踏まえてね、まあいろいろ批判されてるって感じなんやけど、スターウォーズの新作の中では私的にはこれ一番面白そうやなっていう、結構期待してる作品なんで、ぜひ成功してくれたら嬉しいなという感じではございます。ただやっぱり UBI やからね、なんか心配やね。スクエニがペット事業を開始しています。はい、これがねこの動画シリーズの醍醐味です。めっちゃどうでもええけど、なんか頭の端に入れてたら今後ゲーム業界の話題を多角的に見れそうな話題紹介や。その一つ目がスクエニペット事業を始めるです。いいねこのどうでもいい感じ。人によっちゃどうでもいいけど、ワンちゃん犬ちゃん猫ちゃんニャンニャンと暮らす人たちは結構気になるんじゃないですか。私は気になります。だから見ていきましょう。スクエアニックスペット業界に初参入。ドラゴンクエストファイナルファンタジーキングダムハーツ3シリーズの犬猫用グッズ展開で第13回インターペットに初出展。株式会社スクエアエニックスペットグッズブランドスクエニペッツの展開を決定しました。名前ダサいな。ペット業界への参入は当社創業以来初となります。初期ラインナップは主に犬猫用のウェア類やベッドなどを予定しており、2024年4月4日より東京ビッグサイトで開催される日本最大級のペット産業見本市インターペットにて開発中の商品を見本展示いたしますということで、4月4日からなんかもうやってるらしいですね。ラインナップとしてはドラクエファイナルファンタジー銀杯のシリーズをモチーフとしたアイテムで、犬と猫のアイテムがありますと。ただね、なんか公式サイトで見る限りだと犬のやつしか紹介されてないのよ。犬のやつとしてはドラクエはペットハウスペットバンダナと、ファイナルファンタジーはロープトイのバスターソード、金浜はリードドッグウェアとね。まあこれいい感じなんやけど、これ全部小型犬向けなんよな。めっちゃ可愛いね。ペットハウスがスライムになってたり、スライムのバンダナとかロープトイもいいよね。リードもさりげない感じでいいよ。でも全部ちっこい。でもね、私飼ってんの柴犬でさ、さらに豆芝とかでもなければ普通の柴犬よりも二回りぐらいでかいのよ。犬飼ってない人にしたらちょっと分かりにくい情報なんやけど、うちの柴犬ね体重17キロあるんやけどかといって肉付きいいわけでもないのよ。ただただ筋肉質の柴犬なのよね。だからこれ小型犬向けしかないのちょっと辛いな。まあ猫用のやつもあるって言うんでね、そっちに期待したいんですけど、言うてね猫って服あんま着やんやん。うちの猫も着たことないし多分着ないと思うんすよ。でバンダナとかもねほんと好きじゃないんで、使うってなったらまあリードぐらいかな。ただこのデザイン性は普通に可愛いから、反響良かった中型犬以上のアイテムを作ってほしいですね。じゃあちょっと一つ一つ私の柴犬目線でいろいろ見ていこうと思うんですけど、まずペットハウスね。もうこれはチワワをはじめとするちっこい犬しか入りませんね。うちの柴犬みたいなもんは入るどころか食いちぎりますわな。でバンダナはこれはいいかもしれない。ただ色が青色しかないんで、ここでなんか緑色とか紫色とかも展開していただきですね。でロープトイ、これはね一番良くないです。はい、可愛いね。めっちゃ可愛いねんけど、これ一瞬で破壊されるからね。あとこれは小型犬でもそうやと思うんですけど、可愛いロープトイとか買ってもよ、結局よだれまみれで汚くなるから、最終的にただのロープに行き着くっていうのが鉄板だと思います。あと私小型犬買ったことないから分からんねんけど、ロープトイって基本人間と引っ張り合いとかに使ったりしないですか。うちの場合はもう基本その遊びしかしないんですけど、まあ、これもまたうちの犬だけかもしんないです。噛む力えげつないのよ。あと引っ張る力もえげつないからさ、俺も本気で引っ張らんとダメなのよ、ね、それに対抗する
由に犬も引っ張るからまともなロープちゃん投げりゃ一瞬でちぎれんのさ。だからもうこのバスターソードなんか一瞬で破壊されますね。だからこれはほんまに小型犬、まさにこういうチワワみたいな、常日頃震えて威嚇するためだけに生きてるような犬っころでしか享受できないですよね。ただまあリードは可愛い、さりげないロゴは可愛い、もはや金派の意味ないレベルですけどね。あとはドッグエア、これはいいですね。うん、最高。フードついてんのはポイント高い。個人的にはこのデザイン中型犬以上が似合うとは思います。全体的に非常にいいアイテムはあるかなという感じですね。売れるかどうかは分かりませんけど、もし私が小型犬買ってたなら普通に欲しい。もし今後いろいろ展開していくならキーブレードの形をしたミルククッキーとかさ、犬用のおやつは欲しいなっていう感じ。そういうのって安価に作れるはずやし、定期的に買うもんやから、そっちの方が売れるかなと思います。こちらぜひ作ってください、スクエニさん。ドラゴンズドグマ2、竜付きやファストトラベルの問題を解決するモッドが人気を博しています。はい、先日22日に発売されたドラゴンズドグマ2、発売後発売前の期待を超える結果を出せず、私のような信者でもなかなか擁護しきれないほどの不便さが目立ち、かなりの批判が集中しました。発売前に発表されたメタスコア87点と高得点だったのに、ユーザースコアが 6.2 となかなか渋い状況。今作の問題点として挙げられる点はいくつもありますが、総括して言えば現代のオープンワールドではないということ。オープンワールドとは言ってもどこにでも行けるわけではないということをはじめ、ファストトラベルの制限や他もろもろ面白い部分は前作同様引き継がれながらも、不便さも引き継いでしまったおかげで窮屈な作品として爆誕してしまいました。また不便という部分以外はフレームレートの不安定さや、セーブデータが1個しか作れず、初めから開始するためには結構面倒な順序を追わなければいけないなどの問題も挙げられており、その声に対しカプコンが即日対応を発表。そして先日初めてのアップデートが行われ、ちょっと改善はされました。とは言っても全部解決されているわけではないので、今後に期待っていう感じではございます。はい、そんなドグマ2ですが、現在モッド界隈盛り上がっております。まず本編で最も賛否を巻き起こしている要素の竜付きの仕様変更モッド。これね、竜付きというのはポーンがかかる感染症みたいなもんで、これにかかるとポーンが味方を攻撃したり、最悪エリア内のほぼ全ての NPC が死んでしまうという可能性があります。対処法としてはポーンの目が赤くなればそいつは排除するということがありますが、結局めんどくさいんで早くこの仕様を消してくれという声が上がっておりました。そんなところで活躍するのがモッドでございます。はい、モッドの共有サイトネクサスモッドでは現在この竜付きに基づくモッドがいくつかリリースされており、まず一つにパーティー内の感染したポーンに竜付きレベルを示すカウンターを追加するモッド、まあ、要は竜付きの感染度合いを表示するやつですね。これさえ見ておけばいつ発症するかが分かると。元の仕様の世界観をある程度保ちながらも分かりやすくしたっていうモッドですね。あとは設定可能なホットキーを使用して末期の竜付きを防ぎ、全てのポーンを治療するというモッド。これはもう極端なやつで、ボタンを押せばすぐに竜付きが治るというやつです。あとはもうそもそも竜付きシステムは削除するというモッドもリリースされてますね。これらのモッドは多いもので数万ダウンロードされているので、ユーザーがいかにモッドでゲームを改善したいかが現れています。あとは竜付き以外にも飛翔石のドロップを増やしたり、重量制限を削除したりと、不満点で挙げられがちな部分を改善するモッドは結構人気です。ちなみに一番ダウンロードされているモッドはパフォーマンス関係のモッドですね。まあね、こういうモッドが人気になるのはよくある光景なんやけど、毎回思うのは公式よりも早くこういったモッドが出てくるっていうのは皮肉でしかないよね。まあ皆さん知ってるかもしれないんですけど、カプコンってね、モッドが大嫌いなのよ。去年ぐらいに行われた開発者向けのオープンカンファレンスの講演でモッドを厳しく非難しています。ちょっと抜粋するとですね、 PC ゲームにおける不正行為と著作権侵害、そしてそれらが及ぼす影響についてはモッドがこの問題の一部であると考えていると。モッドはチートと何ら変わらないと示唆しています。公式にサポートされている場合を除き、全てのモッドはチートとして定義されますと言っているくらいなんですよ。まあこれはね、まあ正論ではあるのよ。私の場合はこれまでオブリやらスカイリム、他にもいろいろ PC ゲームをプレイする際にモッドは入れてきたタイプのユーザーなんですけど、こういう意見はあるのはしゃあないかなっていうのは思う。モッドって本当にピンキリでね、 UI を改善したりするものから、キャラクターの衣装だったりを変更したり、裸にしたり、なんならエロいモードとかも追加させるモッドもあるんですよ。私は紳士ゲーマーなんで、ああいうモッドおもろいなって思っちゃうのは事実なんやけど、あれがあるおかげでゲームの印象は変わるし、一般ゲーマーからのイメージも損なう可能性は少なからずあるよね。実際そういう事件は起こってて、特にカプコンのゲームのストリートファイター6ですね、これが昨年末ぐらいやったかな、大会で開催者がモッドを解除し忘れていた結果、チュンリーが全裸状態で戦闘を始めるというね、めちゃくちゃ恥ずかしい事件を起こしてたんで、カプコンが主張していることは大いに理解できるし賛同もできるんやけど、ただこの発言時点ではカプコンがモッドを排除するということはしないだろうと思っていたんですけど、今年の初め頃ですかね、動き出したんですね、カプコンが。はい、どうやらこれまでに発売した作品に改ざんモッド DRM を導入していきました。これによって主に海外ユーザーがカプコンを目の敵にして、最近はかなり厳しい意見を飛ばすようになっちゃったんですね。でそんな時にドグマ2が出てきて、モッドが盛り上がるというね、なんかもう皮肉よねこれ。ドグマ単体で普通に遊べるとは
言うても不便なものは欠点でもあり、それを改善するユーザー作成のモッドが人気を博してしまっている。カプコンの意見は非常に理解できるものやし、仕方ないとも思いますけど、動作改善をはじめとしたモッドとかは出てくる時点でゲームにおいて改善の余地があったっていうことなわけやから、こういうのは受け入れてくれてもいいんじゃないかなっていうのは、まあ一ゲーマーの感想ではあるよね。ベセスダのスタッフィーみたいにモッドに頼り切って投げ出しちゃうっていうのは良くないと思うけど、モッドの存在で学びを得て改善していくっていうのも一つの手やと思うんで、まあその辺のバランス考えてやっていってほしいですね。パルワールドが大型アップデートを実施しています。はい、パルはついにアップデート起きました。1月19日にリリースされたパルワールド、リリースから8時間で100万本突破、24時間で200万本突破、ほんで現在は2500万本とか売れてるらしいです。はい、もう今年一番売れたゲーム確定なんですけれども、現在はというと同時接続が5万人弱、24時間最大ピークは10万人っていう感じでね、一番多かった200万人の時と比べると激減はしてるんですけど、それでも10万人おるのはすごいです。 MMO とかオンラインシューター系でここまで落ちたら問題やけど、これはもう買い切りのゲームですから、人口減っても問題ではございません。ということで今作かなりでかいアップデートが今回参りました。それがこちら、レイドボス第1弾アップデート配信ということで、レイドボスが出てくると。これは前々から実装してほしいって言われてたやつですね。他にも細かいところアップデートが行われていて、不具合関係もかなり改善されているっぽいです。で、今年の夏頃にはさらなる大型アップデートが予定されている模様。そのアップデートではたくさんの新種のパルたちが生息する新しい島で、見たこともない景色とスリリングな冒険が楽しめます。その他にも建築、武器、タワーボスをはじめとする新コンテンツを大量に追加予定です。という感じで、次はどんなポケモンがパルが出てくるんでしょうか。パルワールドはね、なんかユーザーの声を受けてそれをしらみつぶしに改善していくっていうスタイルをとっててすごいなって思います。今回もね、アップデート内容めちゃくちゃ多いんですよ。爆売れしたからゆっくりアップデートしますっていう感じじゃなくて、ちゃんとスピーディーに対応する姿勢は好印象じゃないでしょうか。とか言いながら最近私もパルは起動してないわ。ただまあ、ふとした時にはやりたくなんのよ。脳裏にパルワのなんかテレレーンっていう音楽とか効果音流れてきて、起動しようかなーって迷うんやけど、なんか時間まとまってる時でないとやる気起きやんから、結局後回しにして1ヶ月くらいプレイしてないっすね。夏のアップデートでまた復帰しようかなとは思ってます。こういう早期アクセスゲーは日に日に改善進化するから、一回引退して復帰した時っていう変化が楽しめるっていうのはいいよね。パルはなんかアップデートのスピード感尋常じゃのか早いので、復帰勢は定期的に現れそう。一時はポケモンパクリでどうなるかと思いましたが、着実に完成に近づいていくパルは、今後も頑張ってください。任天堂が新たなる特許を申請、次期スイッチは目前かもしれません。2017年3月3日に世に出てからというものの、瞬く間に売り上げていき、現時点で1億台以上売り上げる化け物ゲーム機スイッチ、発売から早ん7年、ソロ墓地次の期待が出てくるんじゃないのかというところで噂が絶えないですけれども、今回新たな情報が出てまいりました。それが特許申請ですね。こちら今回任天堂が取得した特許に関する情報をまとめた記事、タイトルは任天堂面倒なスイッチのドッグワイヤーを軽減する特許を申請。任天堂スイッチをテレビに接続するように初めてセットアップした時、必要なワイヤーを接続する際のドッグの制限に気づいたかもしれません。ドッグを背面から見ると AC アダプター、 HDMI 出力、 LAN ポートが全て左側を向いています。テレビのポートが右側にある場合は、接続するためにワイヤーを右側に巻きつけるか、問題を軽減するためにドッグをテレビの左側に戦略的に配置する必要があることを意味します。任天堂が最近の特許が最終的に実現すれば、これは過去のものになるかもしれません。日付は4月2日で、レディットのゲーミングリークス&ルーマーズページに投稿されたこの特許は、基本的にドッグのポートを左側または右側に配置できるように設計された回転式パネルだということで、どうやらスイッチのケーブル関係がごちゃごちゃする問題を解決するやつの特許申請らしいですね。その画像もあるんで見てみたんですけど、完全にスイッチのドッグ部分ではあるんですけれども、ケーブルの挿入部分がくるくる回るようになってるって感じなんですね。確かにスイッチのケーブルって置く位置によってはケーブルグッて曲がって、最悪ドッグのカバー外れたりするから煩わしいのよね。そこでこんな特許申請されたら、スイッチの改良版発売されたらこれ実装なんかなと思うところなんやけど、もうスイッチの改良版とか来ないじゃん。だって発売してからもう7年でしょ。実装されるなら次世代スイッチじゃねと思った上で、この画像見てみると、この画像は明らかにスイッチでしかないからさ、次世代のスイッチかどうかっていうの判断しづらいね。逆にこれがもし任天堂の次世代機なら、やはりスイッチのデザインは流用するということはわかります。スイッチのデザインって完成されてるからさ、わざわざ大幅にデザイン改変する必要もないからな。そう考えると次世代機に実装される可能性は高い気がしてきた。実装されなくても、こうして任天堂が特許申請し始める時期っていうのは次世代機が来る前兆のようなものでもあるらしくて、直近で言えば去年の12月ぐらいにも半分に分割できるデュアルスクリーンゲーミングデバイスの特許を取得とかもしてたので、やっぱ次世代機はもうすぐなんでしょう。そろそろ公式から発表が来そうです。英国アカデミー賞で史上最もアイコニックなキャラランキングが発表されました。こんなんやってんすね。毎年ポルノハブとかではその1年で最も検索されたゲームキャラとかランキング出たりしますけど、アカデミー賞でもこう
ういうのやってるんやな、毎年やってるんかなと思って調べてみると、別にそうでもなく、第20回英国アカデミー賞ゲーム賞を記念して開催された企画らしいです。で、企画内容としては4000人を超えるゲームプレイヤーにアンケート取って、史上最も象徴的なキャラクターを決めるという感じらしいですね。絶対偏るやろ、こんな。そもそも4000人とか少なくない？全世界のプレイヤーにアンケート取らんとこんな意味ないやろ。北朝鮮で最も偉大な人は誰ですかって路上アンケートを取ったら10割キム・ジョンウンですっていうくらい偏る結果出るでしょ。はい、ということで前置き省いて10位から見ていきましょう。10位はバルダーズゲート3のシャドウハートです。なるほどね。2023年の新作バルダーズゲートのシャドウハートが10位。ポットでのキャラなのに10位にランクインするのは驚異的やね。ちなみに10位より下のキャラとしてはマイクラのスティーブ、ポケモンのピカチュウ、メタルギアソリッドのスネーク、ファイナルファンタジー7のクラウドとかがいます。いや、なんでピカチュウとスティーブの上にシャドウハートおんねん。やっぱ偏ってるやん。で、9位はクレイトスです。はい、ゴッドオブオーの親バカおじさんクレイトスですね。年々過保護になってプレイしている身からするともさすがにこれはうざいと思えてしまうほどの神殺しお父さんが9位です。クレイトスはね、印象的なキャラクターよね。歴史も長いし。で、8位はヘイローのマスターチーフと。これは、これも納得や。アイコニックやね。はい、じゃあもうここから流しで見ます。7位はリンク、6位パックマン、5位ザックボーイ、4位ソニック、3位エージェント47、2位はマリオ、そして1位がララクロフトと。わかるわ。わかる。海外勢のアンケートって感じすんね。トゥームレイダーってなんか知らんけど、海外じゃカルト的な人気ですもんね。ヒットマンからも選出されてるっていうのは驚きですけど、これはなんか英国ならではって感じするね。これは面白かった。次は北朝鮮でこのアンケートを取ってくれ。ちなみに北朝鮮ではネット閲覧すること自体が許可とかいるらしいです。ただスマホとかはあって、初期で入ってるゲームもあるみたいなんやけど、それがね、なんかしょうもないトランプのゲームらしいから、もしアイコニックなゲームキャラクターランキングのアンケートを取ったら、みんなこのトランプのゲームの謎のキャラとかランクインするかもしれないですね。でも1位は絶対キム・ジョンウンでしょ。そうしないと暗殺されるからね。皆さん的に象徴的なゲームキャラがいればコメント欄で教えてください。山形で行われた世界最大規模の格ゲー大会エボがしょぼすぎると話題になっています。皆さんはエボをご存知でしょうか？私は知りません。なので公式の説明文をそのまま読みます。エボリューションチャンピオンシップシリーズは世界最高峰の格闘ゲームトーナメントです。毎年世界中のプレイヤーが集まり、様々な人気格闘ゲームでエボワールドチャンピオンの栄光をかけたオープントーナメントが開催されています。という感じで結構でかい e スポーツの海外みたいなもんですね。で、これね、2021年にソニーインタラクティブエンターテインメントがエボを買収しています。そんなエボの大会が今月4月頭に山形でも行われたらしいんですけれども、それがねしょぼすぎるということで、とあるユーザーが X で実情を公開しました。それがこれです。今日某イベントに行ってきた感想をだいぶ辛辣に書くよ。まず会場入り口と受付に案内とポップが何一つない。さらに言えばポップなんか会場内に一つもない。対戦台とか書いた紙すらない。何するのかわからない場所になっていた。机と椅子があるだけ。説明なし。看板が会場の真ん中くらいにあるだけ。もう大会始まってるんですかって聞いたら、参加者の方ですか、試合になったら呼びますよとかいう意味不明な返答。大会ってみんなで見て楽しむもんじゃないの？アナウンスくらいしたらいいのに。なんか現地の人をないがしろにして頑張って配信してたけど、あのでかい看板背負った割に、同節18人とかなら現地を大切にしようよ。会場ですら宣伝していない。配信誰も見るわけがない。こんなひどいイベント見たことがないよ。名札つけて会場にいるのが恥ずかしいレベルでした。スピーカーですらダイソーってっていうことで、なんか同節18人で、ほんでスピーカーがダイソーとか使って、ほんでなんか案内もなくしょっぽいイベントになってたっていうことなんですけど、これはよくある光景なんですかね。私ね、こういう e スポーツが全然知らんからさ、どんなもんなんかなっていうので、まあいろいろ調べてみると、地方ではまあなんかありがちな光景らしいですね。でもさすがにこれなんかひどくない？スピーカーがダイソーって、もこれまあいいんよ、スピーカーダイソーでもいいのよ。音質まあ悪くはないんやけど、なんかちょっとねーって感じよな。まあでも山形やからしゃあないか。はい、ということでいかがだったでしょうか、プチゲームニュース動画。反応が良かったら次もやっていこうと思うんですけども、反応がね悪かったらもうやりません。かなりインパクト少ないね。まあスクエニのペット事業始めましたとか、ああいうのも紹介したんやけど、基本的には日曜日のゲームニュースよりも紹介する話題の数は多いのかなということで、まあ動画長くなってしまったんですけれども、こんな感じで視聴者さんの反応が良ければ次もやっていくことは思っております。ぜひ感想の方をコメント欄で教えていただけると幸いでございます。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターなんかもやってるので登録お願いします。ではまた次のゲームニュース動画でお会いしましょう。キャベツでした。ほらまた。